あなたのあそこぶっ飛ばすわよ。で、くだらない話はしてないで、この施設は一体、この施設はですね、まあ今から楽しいことが起こりますよ。あ、モテない。あ、ちょっと待って、モテるモテる。いらんの持ってた。はい、あー、ごめんなさい、ご挨拶忘れてました。ブルーホスでございます。本日よろしくお願いいたします。ということでね、まずチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援のほどよろしくお願いします。チャンネルね、まあしっぽりとまったりと楽しんでいただけたらなというふうに思います。ということで、今回はまあ巨乳ゆらしジルちゃんがまあちょっと戦いの旅っていうか、まあ終焉を迎えようとしているところなんですが、もういかにもね、今からここで戦いますぜーっていうね、殺し屋が用意されているんですけれども、まあもう間もなくね、奴が出てきますよ。ほい、ドゥーン。あれ、早かった。そうそう、これ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 。お首が、こんな狭い世界を私をどうするのみたいなね。で、ぐるーんと、で、ブタ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 走ってくるからね、左手がもう触手になっちゃってね、右腕がなんか、うぅー、ゴムゴムの実。ゴムゴムの実は存在しなかったんだっけな。これワクチンを持って行ってなかったとしたらどうなったんだろうねっていうのがまあ気になる話をしたんだけど、多分まあ、なんともならなかったな。おお、これはなんだ。そうそうそう、街にはそのワクチンが必要なの。お前の服は胸元が開いてない。それはよろしくないな。もっと服をビリビリに破いて谷間を楽しめるような服装にしてから出直してこい。出なけりゃ値段もつかないだろう。そんなグラビア見たことあるか。何の話をしたの。そこで取引だ。じゃあ今から最高のショーをやってもらおうか。そのショーが終わった時にお前の胸元がグラビアで撮って関東カラーになるくらいだった。関東カラー、関東、まあ表紙か。関東カラーはよくワンピースになってる。ああ、落ちてる。シュル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 。この会話をしてる間ずっと待ってくれてるって優しいネメシスなんだよね。あ、どうもすいません、チッスジルです。じゃあ早速やっていきましょうか。じゃあまずはケーキ作りに行きます。トゥーン、もう一回トゥーン、ほんでもう一丁トゥーン、ほんで、あー、ご褒美トゥーン、で、もう一丁トゥーン。まあさすがにあれだね。あ、じゃあ、叩きつけるの。叩きつけ、あ、燃えろ。ちょっと待って。予想だにしてない。大体お前せや、時計台のところと同じ戦い方で私に勝てると思ってるのかしら。そもそもそれが疑問だわ。燃えなさい。銃。あ、急に斎藤匠&モジャオが来た。サポートする。おかしいな。それだったら二人組になってることになってる。グオー、ほいほいほい、燃えます。もう一丁燃えます。あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、構えろっちゅうね。ほい、あ、遅い。気をつけろ。オッケー。ザコも出てきた。ザコどこ。あ、ザコいた。オッケー、ザコゲッチュ。ザコはゲットしてないけど、ちょ、今のうち、あ、弾が、おお、ザコが来たー。ちょっと待って、ザコ。おお、や、ちょっと、あ、危ない。セルフ回避。ほっ。あ、ちょっと待って。あ、違う。ザコ。またザクが出てきたぞ。ほっ、とりあえず。違うんだよね、それを倒すんじゃないんだよね。おお、お前、ザコじゃないじゃん。死ぬ。ちょっと待って。あのね、ザコじゃないのがいたんだ、今。気のせい。あ、怒られてる。お前はザコだっつって。あ、ちょっと、ちょっと待って。緊急回避。危ない。あ、めっちゃ怒ってるわ。ほい。よし、オッケー。今、かせてるのかどうかもわかんないんだよな。またザコが出てきたぞってか。あれ、ちょっと待って。ザコが来たぞ。違うんだよな。あれ、2だ。あ、危ねえ。ちょ。もうセクハラ大好き、杏仁豆腐ちゃん。もう、プルン。ウキプルン。ちょっと、ほい。あ、出て。
あぶねあぶねじゃねえわ、普通にしぶくらってるわ、荒れてる。あ、お股くぐり、あ、ちょっと お股くぐりの術、ほっ、オッケー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 、よし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 、待って、ザコは、ザコはいない、ザコはいない、ほっ、オッケー、お股くぐりの術、お股くぐってないけど、あーもう弾がシンプルにすぐ切れてる、ほらほらほら、さあどこに来る、さあどこに来る、ちょっと待って、なんかカメラマークカメラマークをしてる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 、気をつけろ、おらららららら、お前もケツ穴弱し、ケツ穴弱し、あ、ちょっと待って、シンプルにシンプルに、痛い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 、もう一丁燃えろ、ついでに、ついでにザコも燃えろ、ザコ、あぶねえ、ちょちょちょ、あー叩きつけられてる、ザコも燃えろ、ザコが燃えてる、てかもうゾンビのことザコって言っちゃってるし、なんなら、あ、またザコ来た、ん、うん、あ、ちょ、あれおかしいな、あれおかしいんじゃない、落ちたからおかしいんじゃないって言った、あいつ無敵タイムみたいなって普通サービスってあるだろうね、そんなのもねえですよ、ねえよ、ちょ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 っともうこっからはあんまり体力とか関係ないんで、とりあえずこいつを仕込んどきます。でこれいらないでしょ。であとはもうありった系の回復薬を持ってっときます。ほいほい、そう、回復薬を持ってっとかないと、まあ長期戦になることはまあ予測されるんでこうすんだよね。で組み合わせ、ほい、オッケーで、長期戦になるというよりはもうなんか敵の攻撃をどれだけかわせるかなんだよね。ということで、まあなんとか無事倒すことはできたんだけど、お楽しみは次回にとっておくということでね。じゃあこれだけちょっと音読して終わりましょうか。ある兵器の設計使用書、黒塗りさらけてる。プロジェクト名読めましん。強実性歩兵連帯用次世代レールガン、開発者コード FINGER、ネスト2周囲でコーネルガーナー、アメリカ合衆国、使用目的、新型 BOW の暴走に備えた制圧用兵器、高い火力の二次的効果として対象物の痕跡を一切残さず廃棄処理が可能。
まあね、廃棄処理の仕方があまりにも残酷だけどね。 The Finger は最高にクールな兵器だ。キリタイルカモンクな出力の調整ができればなおよし。戦地での運用に向け機動性の確保が課題。第一座の改良でカバーができないか。外部電源が複数必要だが実戦では確保が難しい。電源は一つで稼働するようにしてほしい。これに関しては要望だよね。わかるわ、そういう要望が上がるっていうのはね。あとでとりあえずもういいか。これはいらないね。よし、じゃあこいつと、あとは回復の声はさすがにやりすぎだから、まあでもそんなところかね。閃光弾持ってって攻撃がひるむってこともないだろうから、よし、じゃあね、次回はこいつが火を吹くぜーって思いもすぐ火を吹くんだけど、はい、ということでね、次回パートをまた最後までご視聴いただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンも押してね、応援していただけたら嬉しいです。ということで本日の動画は以上でございます。最後に巨乳を見ながらバイバイ。